オ,オカバマダラ生物圏保護区は大部分がミチュアカン州東部に位置しているメキシコの生物圏保護区で残りはメキシコ高原中央部のメヒコ州西部に存在しているその名前が示すように蝶の一種であるオ,オカバマダラが越冬する際に暮らす地域の保護を主目的としている2008年に世界遺産に登録された 2007年から2008年にかけての冬の時点で、メキシコ全土におけるオオカバマダラの主な生息地は12カ所、あり、越冬地そのものの総面積は4.72ヘクタールである。この数字は2004年から2005年の7カ所に比べて増えたことを意味している。その12カ所のうち8カ所がオオカバマダラ生物圏保護区内に存在しており、さらにその8カ所のうち半分は、 一般公開されている。一般公開されている4ヶ所は以下の通りである。ミチョアカン州のトラルプハウアやアンガンゲオの町の近くに位置している。メヒコ州のサンホセデル・リンコン近くに位置している。メヒコ州のドナトゲラやサンフアン・ソコヌスコ近くに位置している。ミチョアカン州のオカンポ近くに位置している。それ以外の生息地、例えばサンホセ・ビジャでアジェンデやイクスタパン、 デルオロなどに近い生息地は、蝶のコロニーを台無しにしてしまう恐れがあることから、観光は歓迎されていない。生物圏保護区内ではインフラストラクチャーに関する諸問題、とりわけ駐車場や商業地区でのゴミ問題などを抱えてはいるが、特にエルロサリオ保護地域では、多くの改善も見られるようになっている。これらには、保安員が巡視している、よく整備された歩道も含まれている。 それらの歩道は水に浸っている場所では侵食されることを防ぐために石やコンクリートが使われている。2008年から2009年にかけての冬には多くの越冬する蝶たちを追跡する計画が持ち上がっている。その調査には自動付着式の非常に軽いトレーサーを用いる予定で蝶本来の羽ばたきを妨げないように配慮されている。その調査の目的は春に アメリカやカナダなどに向けて北上する蝶たちの正確な航路を特定することにある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。